そして物資の運搬に重要なスエズ運河、その驚きの通行量とは。まあ、正解はスエズ運河って言いまして、まあ、地中海と紅海っていう風に結ぶ運河なんですけど、まあ、この運河ができたことによってヨーロッパとアジアの航路っていうのが大幅に短縮したんですね。はい、まあ、例えばかつてでしたら、例えばイギリスからインドまで行く時っていうのはぐるーっとこうですわ、こうですよ、はい、ちょうどね、アフリカの南端を通っていくしかなかったんですけど、ちょうどここの運河、スエズ運河ができたことによって地中海を通ってすぐに行けるようになりますんで、それによってね、まあ、時間とか距離が大幅に短縮した、まあ、はい、世界でも重要な運河になるわけなんですね。はい、でちなみに秀川さん、このスエズ運河の通行料っていうのは大体日本円でどれぐらいだと思われますか？300万ぐらい。これね、数千万なんですよ。1回通るだけじゃない。あの天然ガスの運ぶ大型のタンカーが通るときって1回5000万とか、そんな金取るの？そうなんですよ。どこに払うの？うん、エジプトに払うんですよ。だからエジプトにとったらもうめちゃめちゃな収入源じゃないですか。はい、だからここでどん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 船通らせて、バン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 稼いだんですよ。